ちゃ汚いです。なんですか、この1週間でこんなに蜘蛛の巣が張るってマジでどういうことですか。あ、言い忘れた。こんにちは、みじゅです。はい、こちらもね、高速乗ったので虫もついてるし、でホイールもね、結構鉄粉が溜まってきております。なので徹底的に綺麗にしていきたいと思います。まずは足回りから洗車していきたいと思います。今回はね、ちょっとあれ、いつもの場所と違うじゃんって思うかもしれないんですけれども、最近めちゃめちゃ暑いじゃないですか。で、うちはカーポートがあるんですけど、カーポートもね、若干ね、暑いし、完全に日陰になってるわけじゃないので、あと車の入れ替えをしなきゃいけないっていう手間とかもあったりして、なので今回はね、めちゃめちゃ久々に1年半ぶりぐらいに洗車場にやってきました。はい、こちらのブードゥーライドのホイールとタイヤに使える洗浄液をかけました。で、こちらの柄の長い、イージーブラシで、はい、こんな感じで洗っていきます。結構ね、鉄粉を絡め取ってくれるので、使い勝手がすごくいいです。こんな感じでね、わかるかな、ちょっと茶色いのがね、出てたりします。これがね、表面についた鉄粉とかがね、落ちてますね。泥汚れとかも落ちました。で、一旦水で洗い流します。はい、こんな感じで全体を洗い流したら、鉄粉除去スプレーを吹きかけていきます。はい、そしたらこちらのね、ブラシも使って、はい、ナットの周りを洗いました。で、こちらの紫に反応している部分が鉄粉ですね。まあ、最初に普通に洗ったので、表面のね、鉄粉は割と落ちてはいたんですけど、こんな感じで紫の液体がドバーって出てきました。めっちゃ汚れ溜まってるね。でもこの紫になればなるほど結構私的には楽しいなって思っちゃうんだけど、皆さんどうですか？なんか逆にめっちゃ紫になるとなぜか嬉しくなっちゃう。うわー、鉄粉めっちゃついてるやーって、なんか一人で楽しくなっちゃうんだけど、皆さんどうかな。ということでね、はい、こっちの反対側のタイヤも洗っていくんですけれども、タイヤハウス内を先に洗います。そうしましたら、タイヤとホイールに水をかけて洗っていきます。先ほどと同じようにブードゥーライドのクリーナーをかけました。で、ブラシを使って洗っていきます。今回使ってる商品はね、概要欄に貼っておりますので、よかったら、なんかこれ良さそうだなとか思うものがあればね、まあ大体今も販売されてるものとか、まあ店頭しかないものは置いといて、ネットで販売できてるものはリンク貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。で、はい、普通に洗い終わったので鉄粉除去スプレーを吹きかけていきます。こんな感じで全体に吹きかけたら、まあ暑い時期はね、結構乾きやすいので、あんまり時間を置きすぎないようにしてあげた方がいいと思います。乾いちゃうとね、良くないので。なので、まあマックスで5分ぐらいだけど、乾かないように様子を見てあげてください。で、そうしましたら洗い流すんだけど、めちゃ汚い。こんな感じで紫の液体がドバドバーっと出ました。いや、この紫が多ければ多いほど結構楽しい説ね、あると思うわ。はい、蜘蛛の巣もどうかな、水圧で割と吹き飛んだんですけど、こちらのブラシを使って、細かく残ってる蜘蛛の巣を除去していきたいと思います。こちらはターシャインさんのブラシです。めちゃ汚い。もう蜘蛛の巣、これこの前洗車してから1週間しか経ってないのに、こんなにクモの巣張るってどういうことなんでしょう。このスーリーのバーの隙間にクモは住んでいるのでしょうか。もう全くわからん。ということで、はい、続いてはね、やっとボディを洗っていきます。ルーフを洗っていくんですが、最初に水洗いをしていきます。はい、柄のついたスポンジで洗っております。このルーフラックが乗っていると、ルーフラックの下に手を入れるのがね、ちょっと大変なので、私はルーフを洗う時だけはね、この柄のついたスポンジで洗うようにしております。そうしましたら反対側に回って洗っていきます。今度はね、何使ったんだっけかな、スポンジ、ゴリラの手、ゴリラの手ですね。ゴリラの手で洗っております。こちらも最近よく使ってるプロスタッフさんから出てる商品なんですけれども、リンク貼っときますね、概要欄に。で、洗い終わったら水で
洗い流していきます。泡が残らないように注意してあげてください。そうしましたら続いてリアを洗っていきたいと思います。下部洗浄もしっかり行っていきます。まずはね、窓ガラスから洗っていきます。上から下に向かって洗っていきます。はい、こんな感じでね。で、下の方はいつものごとくスポンジを変えております。そして今回はこのエンブレムの隙間もねちょっと汚れてたので、こちらのブラシを使って洗っていきました。洗い終わったら水で泡を落としていきます。全体的にねよく水洗いをして、続いてサイド面です。はい、上から下に洗っていきます。はい、洗い流します。結構サクサクちょっと飛ばしちゃいました。はい、反対側も洗っていきます。いや、この洗車場めっちゃいいですね。水道もね時間制で使い放題だし、なおかつ横ともね目隠しがあるので、隣の人と干渉しないっていうのもいいし、あと日陰にもなってるしっていうことで、真っ昼間に行かない限りはね、大体そうだね、日陰になってるかなと思います。結構気に入ってるんですよね。はい、続いては拭き上げですね。今回はワンパネル洗車っちゃ洗車だけど、でも拭き上げは最後にまとめて全体をバッて拭き上げるっていう形を取らせていただきました。っていうのが今回日陰になってるので、水分がね乾くスピードがかなり遅いので、一気に洗っちゃってもいいかなと思いました。はい、そしてドアの隙間もきっちり水分を取ります。ここが綺麗だとね結構乗り込む時に気持ちいいので、私はよくちゃんと拭くようにしております。で、トランクルームの隙間とかもしっかり拭いていきます。そうしましたら最後の仕上げとして、クリーン&リペルというこちらの窓ガラス専用の油膜取り兼撥水剤を吹きかけて窓ガラス全体を拭き上げていきます。ということで仕上がりはこちらでございます。クモの巣は跡形もなくいなくなりました。よかった、綺麗になりました。よかったです。ちょっとそろそろボディもね磨きをかけたいなぁなんて最近思っております。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。通知音もぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。じゃあねー。